ほど第6回のマスコット審査会を終了いたしました。本日は最終の実審査ということで、前回16作品に絞り込んだものをさらに絞り込みを行いまして、最終候補として3案まで絞り込みをさせていただきました。11月の上旬にこのようなハガキが全国のすべての小学校に届きまして、このハガキに参加登録をするための手順と ID とパスワードが記載されていますので、小学校の方でそれを使ってインターネットから専用のシステムにアクセスし登録をしていただきます。投票は12月11日月曜日から開始いたしますので、ぜひもうより多くのですね、望むところは全ての小学校の皆さんに参加していただければと思っております。これから商標調査をかけるので、その商標調査のプロセスによっては4、5、6、7、8、9位のどれかが、まあ、順番つけてるんですが、上がってくる可能性は十分あるなというふうに思ってますので、どんな感じかは今日言えません。